インコース13番ホール373ヤードのミドルホールになります。笹原プロ、ここはどんなホールになりますか？はい、打ち下ろしのミドルホールになっています。で、右のバンカーはキャリーで260ヤードで入ります。はい、で、フェアウェイの左サイドに行ってしまうとグリーンの半分以上が見えなくなってしまうので、狙い目としてはフェアウェイ右サイド狙いになっています。はい、では佐々木さんのティーショットお願いします。はい、お願いします。カメラ大丈夫ですか？カメラマンさんを超えるぐらい振ります。お、さっきも飛んでたしな。はい、うわー、あー、左目キック、キック。お、どうだ。さあ、じゃあ安達さん、はい、はい、お願いします。お願いします。よいしょ、これもいい。いいっす。飛んでる。ちょっとでも当たり悪かったな。いや、でもど真ん中。ありがとうございます。はい、ナイスです。では笹原プロお願いします。はい、あの笹原プロがね、後ろに立ってこう狙い定めるときに片目をつむるんですよ。はい、お、かわいい。超可愛い。やっぱりっこっちから見ていいですか？先にちょっとえ、すごいやりづらいんですよ。え、めっちゃやりづらくなっちゃった。この作戦だからね。そうですね、ちょっと負けないように。こっからです、こっから。え、ちょっと、あ、ちょっと集中しよう。はい、集中しよう。おお、右出た。あそこで大丈夫です。大丈夫です。ありがとうございます。フェアウェイ出てきた。ありがとうございます。はい、じゃあ行きましょう。さあ、では笹原プロのセカンドです。残りが145ヤード、はい、はい、何番で？7番アイアンで行きたいと思います。はい、いや、なんか寄っちゃうんじゃないこれ。はい、ダイソン、ありがとうございます。そうです、ウィンクめっちゃ上手。はい、ダイソンです。ありがとうございます。さあ、アマチュアチームは足立さんのボール選択です。はい、嬉しいですね。はい、やっと取れました。で、プロよりも飛んだし。いや、佐々木さんの方が飛んでたんですけど、そうですね、佐々木さんちょっとね、あの、はい、打ちづらいところだったんで、はい、足立さんど真ん中いいとこです。はい、残りが118。はい、はい、自分で調べてください。教えてくれるかな。じゃあ行きましょう。はい、何番でいきます？51番です。はい。こんなんでもいいんですか？全然問題ないです。問題ないです。すいません。ここをちゃんとフォローするのがチームプレーですから。佐々木さんですからね。チームプレー。チームプレーですから。いいところ。はい。佐々木さん何番で？48度です。はい。はい。うわ。うわ。やった。ピース筋だ、ピース筋。いい感じ。5。ありがとう。はい、ナイス。ナイスさんです。はい、ナイスです。さあ、今ね、あの佐々木さんはうまくいったんですけど、足立さんがちょっとやっちゃいました。はい、ああいうミスは結構あるんですか？なんかちょっと緊張しちゃって。あとなんかさっきでプロにあのトップの位置が決まらないとかっておっしゃってましたけど、はい、ちょっとプロアドバイスいいですか？はい、はい、トップの位置が決まらないっていうお話を伺った上で、ちょっとスイングを拝見したら、そのゴルフスイングはその腕とクラブの縦の動きと体の回転、インスタでやってた、見ていただいてでできてるんですけど、ちょっと体の回転の要素がちょっと少ないかなと思っていて、回転をちょっと腕の横の動きで作ってしまってるので、ちょっとインサイド、アンダーサイドから降りやすくって、今みたいなダフリっていうあのミスが出ちゃうかなと思います。はい、なのでちょっと構えていただいて、はいはい、本当に構えていただいて、はい、今だと結構体を止めたまま腕を横に使ってこうテイクバックするっていう感じがあるんですけど、腕とクラブは こっちに使いたいんですね。うんうん、
この縦の動きで、はい、でこれに体の回転をちょっとゆっくり入れてってもらっていいですか。おへそをどんどん右に回していく感じです。はい、こんな感じでヘッドを縦に上に持ち上げながら回った位置がこのトップの位置になるので、ここを目指していきたいですね。なるほど、そこはトップ。そうです、ね、迷ってたトップの位置、はい、うん、ほんのり立っちゃっていいんですか。はい、これでちょうどいいです。あ、いいの、はい、ちょうど90度になるような感じなんですか。そうですね、これでスイングプレーン上にあります。お、今までだと体止めてクラブ横なので、うん、こっち側に来ちゃうんですね、はいはい、アンダー側に、はい、なのでこのまんま来たらこうやってダフっちゃうんですね、うん、でこれをダフらないように戻すと、うん、まあ、左へのミスだったりも出るので、はいはいはい、本当にたまたままっすぐ当たった時にまっすぐ行くっていう風になっちゃうので。なるほど、ね、体の正面にこうクラブを持ってきたまま回転してあげたら、ずっとこのフェース面は体に対してスクエアを保てるので、うん、ダウンスイングも体の正面に対してスクエアで、インパクトもこうやってスクエアに戻ってきます、うん、でこの後もこう返すんじゃなくってヘッドを上に上げながら回体を回していく、こういうようなフォローの、かっこいい、こういうフォローの取り方になってきますね。なるほどね。でどんどん回ってフィニッシュ。ちょっとこの縦の要素で縦を入れるとクラブ右に動かないので、それを回転で振りに行かないで下ろす、うん、手は体の近く で回っていったらヘッドはちょっと自分の外に来るような感じで、うん、こういう感じで回ります、うん、そうですそうですそうです。あら、うん、惜しい、届かなかったね。はい、うん、そう、今みたいにこうまだボールに直接当たってるとまだちょっと横の動きに入るので薄く、うん、入る感じですね。ちょっと下ろさないだもんね。はい、なので素振りでこう地面をする練習からまずしてあげると当たりどんどん良くなっていくと思います。そう、なかなか降りないですよね。ね、ごめんなさい、もう一回できいいですか、はい、トップ行ってもらってここから回ります。これぐらい投げちゃうぐらい、ヘッドを下にドンって落ち着けるぐらいで回ればヘッドそこで走ってくれるので、なるほど、そのタイミングを探す感じです。そうですそうですそうです、ボールの位置でこう擦れるように体がちょっとこっち向いてるぐらい、ここでするんじゃなくてここでインパクトを迎えられる。広いもんね。そうすると右に出る球がなくなっていくので、はい、ありがとうございます。やってみてください。はい、やってみます。はい、そうそう、佐々木さんが暇してるんで行きましょう。はい、はい、いや、いいこと言うなぁと思って、ね、ずっと頷いてましたね、佐々木さんね、はいはい、いや、もうその通りだと思います。 ありがとうございます、はい。さあ、それではアマチュアチーム3打目になりますね、はい、乗ってなかったんですね。そうですね、ちょっと弱かったですね、はい、じゃあここをビシッと、はい、はい、お、いい、うまい、うまい、うまい、ナイス、ナイスです。いただきます。さすがです。はい、ナイスパーです。いただきます。パーは確定。跳ねた。いい、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 いい感じ。いい、いい、待ちますね。待ちますか。いや、待って入る感じじゃないですね。うわー、惜しい。決めてほしい。頑張ります。めっちゃ強く打った。ああ、切れてこない。切れてこなかったですね。ナイストライ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。簡単に入れるんですね。さすがです。安心しました。はい、ありがとうございました。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 はい、お疲れです。